お手上げの便利ツールの操作説明です。これは時間の短縮と力がいらないというのが利点です。まずは速攻の上げるためのツールがこれになります。それとこれが速攻の蓋が上がらない場合のテコになります。でまずは、斜めにして購入します。それでテコの調整をこれでやります。調整は水平になるように設定します。それで、最初は動かないと思いますので、ジョウロで両サイドに水をかけてあげると動きやすくなります。それで端っこの方で足で、2、3回ポンピングして、そうですね、1センチも上がれば、いいかと思います。それでテコはもう不要になりますので、外して、今度は、コロですね、鉄のコロをこの下に敷きます。それと転がすための塩ビのパイプはこの端っこにセットします。それで、これで持ち上げて真ん中にするのが力ありませんので、真ん中にしたらこれであとは転がすだけなんですけども、次の蓋の端っこまで送ってください。こんな感じですね。こちらも同じになります。端っこにする理由はこの、テコは入らないので奥まで上げるということですね。あと同じように端っこに置いてこのパイプを刺します。真ん中がよろしいかと。それであとは転がすだけですね。もう2個は、そうですね、速攻10個分のところで上げます。なぜ10個かというと、このかき上げ押し出しツールが3メートルありますので、でなおかつこれ50センチ幅なんで、まあ5個5個のちょうど10個ということになりますね。でこれで引き上げ引き出し、これで引き上げ引き出しで5個分までとりあえず掃除した形になりますね。それとあとは掛け上げた泥をこれですくい上げて終わりになりますが、穴が開いてるので水が落ちやすくなってます。掛け上げはこんな感じですね。それとこの端を利用して側溝の泥をかき落としてあります。あと蓋の枠についた泥もこれでかき出せばいいかと思います。セッティングは元に戻す逆ですね。で端っこにセットするのがミソです。であとはこれをまっすぐ引っ張ってきます。斜めになってると、落ちる可能性があるので、これでコロコロっと引っ張ってきて上げると。それで手でやってもいいんですけども、このツールで怪我しない、これでセットしてあります。あとは出してこっちの方も同じですね。端っこにセットするというのがミソです。であとはこれで引っ張ってくれます。先ほども言ったように斜めにならないようにまっすぐ引っ張ってきます。
で、こう来たら、こんな感じですかね。で、これで上げてあげる。どうしてもこういう風になりますので、これで押すか、それとも外して、このツールで下げてあげると。で、これで完了です。で、速攻のスタ4個分とコロ、これの組み合わせでスタの移動がスムーズに、力もいらないで、作業ができると。ほぼ2、3分あれば作業は終了になります。なお、この動画の説明書は各装置を置いたところに、A4 の紙を置いておきますので、そこから、スマホで、リンクできるように、してありますので、スマホで撮って YouTube にアクセスしていただければ今の操作ビデオが閲覧できますので、一つよろしくお願いします。山屋町内会の総務担当清野が操作の説明を行いました。制作も私が行いました。ご視聴ありがとうございました。